1週間家系ラーメン生活。めっちゃそれで一番きついかもしれない。本当は太ってるはずなのに痩せれてるもん。はい、鮭チーズやつ終わり。お疲れ様。次もう俺は1週間企画を見つけ渡したい。多分俺が次やらせたいのは3日で余裕。ああ、なるほど、そういうことね。1週間にしたい。その内容は1週間家系ラーメン生活。でしかもこの7日間家系めっちゃ太るよ。多分何キロ太るのかっていうのを見たい。おお、なるほどね。次俺が私と正確な体重最初まず測ってもらえます。おお、体重公開するからね。全然問題ないってことで、リボンさん。俺じゃおかしいです。俺この前痩せるって企画をやってたんですよ。うわ、マジかー。頑張れー、頑張れー。まず今が何キロなのかちょっと把握していこうと思います。服着てる状態で82キロジャスト。うわー、めっちゃやば動いた後の家系マジうまい。家系生活2日目でございます。今日何食ってんですか？マックスラーメン。マックスラーメン、多分全部入ってるやつですね。いただきます。これ意外といけそう。まあ意外とでもまあやっぱ6日目とか、やっぱ終わる前の日って結構きついから。なるほどね。そこが多分限界だ。今ですね、ビクトリアカップっていう決勝戦今見に来てる状態です。勉強ですね。寒いよ。寒いからさ、ホットドッグでも食おうかなみたいな。はい、飯してろー。あ、家系ラーメンしか食べれないんですよ今。かわいそうですけどね。いただきまーす。匂いだけ。香りか。皆さん気が早い。最近のコンビニなめちゃいけないよ。家系コンビニにあるんですね。これがなんと神宮で家系です。本当に家系か俺チェックする。家系じゃなかったらフリーモン食べれないから。家系って書いてあるよ。書いてあったよ家系って。違う家系かも。それ名前だけお前書いてある。本当に横浜家系だから。ただ家系だけじゃん。大悪すぎる。本当に家系それ。それ家系なの？わかんねえよ。俺の唯一の飯だから。わかんない。一回俺もわかんない。外役すぎ。これマジで外役すぎ。本当にそれリアルに外役すぎ。いただきます。おマジだ。やばい。え？こんなうまいの？もっと吸って。はい、もうちょっと大きく。ああ、いいね。おいしい？マジで食ってんの？マジで食ってんの？あ、もう今マジでつぼかかった。見てこれ。じゃん。これやばい。これめっちゃ見て。気持ち悪い。はい、この卵。俺ね、そのバイトの経験からうまいんだよ。うまっ。いただきます。味見。そういうのすんな。お前何を間違えてんだか知らないけど、リボンの企画だからお前の飯食ってんのどうでもいいんだ。あ、俺のじゃないの。今日はノーマルタイムでございます。いただきます。見てくださいこれ。すごいね。塩ってめっちゃうまそう。家系塩って初めてじゃない？ね、聞いたことない。いただきます。うん、うまい。あ、うまいね、これね、うまい。はい、頑張ります。家系生活5日目でございます。本当にしんどいっすね。うわー、行きたくないな、マジで。今日はちょっと家の近くの家系ラーメンのお店に行こうかなと思いますので、今日は一人です。一人で黙々と今日食います。はい、真ん中に座ってください。こんにちは。何はい。見たことあるやつこれ。家系ライフ。見たことあるやつこれ。一回食ってるこれ。いつ作ってお前ただ飯だぞお前。昨日作りました。昨日1日置いた。これカレーだから。もうないです。これ腹壊すやつだ。うわ気持ち悪い。太るために食ってるのに食ったら減っちゃうよ。逆にありぞ。ありぞ。今初代おかげの食べ方。同じ従来普通の家系食ってましたから。麺と味がちゃんとマッチ、よりマッチ。家系感ない。そう。だから助かるでしょ。幸せ。幸せなち。幸せな。これは家系何や？黒家系ラーメンですね。今がちょっと正直一番きついかもしれない。あ、そう。終わるさ、前の日ってちょっときつくならず。終わる日は頑張ろうと思うけど、本当は太ってるはずなのに痩せれてるもんな。これはもう今のこのなんていうのテンションからくるものでしょ。はい、ということで最終日は僕からの愛情を込めて2杯いってもらいます。こっちが塩、こっちが醤油と醤油。あー、美味しそう。美味しそうだわ。スープからいただきます。そうなんですよね、スープからですね。最初の一口二口はいつも美味しく感じれるんだけど、ただもう後々 しんどくなってくる、くどくなってくる。4日目食った人と違うわ。なんかめっちゃさっぱりしてる。めちゃくちゃさっぱりしてる。これがさっぱりになってるのはお前1週間の成果出てる。さっぱりしてないよ。全然してない。してねえ。どれどれ。もうついに1週間にしてこいつこれがさっぱりに感じてる。コテコテだね。マジ一番さっぱりしてるこれが。いけ。どうせどっちだ。本当にきついやつじゃん。量的な問題。だからもう麺だよ。麺。本当に麺だもん。麺だわ。一番の問題。やっぱこれで分かったよ。どれ全部つけた方がいいんだ。ああ、海苔うまっ。うまそうに見えない。じゃあこの状態でちゃんとうまそうな食レポしていただきます。入れましりくん、どうだもうすぐよ。入れましりくん、ラストスパートよ。誰だよ、さっきからずっと女の出てるけど。これは早乙女泰造でした。負けていいのかお前それで。今ターボが編集で「トゥルン」っていう金箔のテーマソング流してるとこだね。あ今日で最後なんだよ。もうお別れで家系と別れで今感動のハイライト流してる多分。そうだよお前からの。ネクチャーのやば家系コンビニにあるんですね。これがわあお別れ、お別れ、お別れ、ほらお別れの言葉言え。いただきます。はい、ありがとう。うわーだね。これにて終了ですか。3節目よーし4件3節目ダメだ。その顔でみんな何食いたい今何食いたい。ラーメン以外で食えるな。ガリガリ君食いたいの。家系1週間生活終わりました。嘘つけじゃねえんだよ。全食食ったの。いやこいつね結構食っててマジで最終日に関しては2杯だから最終日2杯そんな1軒で2杯若きつかったから死にそうだそれは頑張って俺カメラ回ってるから叫びが太って味が3日目ぐらいまでは美味しくは食べれて4日目にした時にきついなって思ってさすがにでそこで現れたのが塩なんですよ。そうなんです。家系の塩がマジ穴場中の穴場でめちゃめちゃうまかった。食べたことある。醤油ない。塩ない。醤油うまい。めちゃくちゃうまい。はいということで大事な実質的に何キロになったかってことです。なんと85.3。うわー。デブ。最終回家系生活体重割りかに。85.3。え？待って。ガチ。ガチだ。え、何キロ減 3.3キロ。今マックス体重。そうだから今がマックス体重。あ、そう。人生でマックス体重。マックスを更新しました。そんな喜ばしいことじゃないんだけど。3からプラス 3.3キロ。きつ。だから最終日食ってから測ったからあの2杯も結構効いてるとは思うんだけど。あ、そうだね。だってあれだけで結構あるからね。まあ問題は次ですよ。何？お前が決めろもんな。うん。誰を指名するか何をやらせるかはもう俺の自由なの。どうぞどうぞ。もう俺は普段のストレス生活からねいろいろありますから君たちに。ないでしょ。心がへし折れそうなんです僕。まあ俺ではないわ。お前絶対終わりだ。お前だもん。